皆様こんばんは。はい、カズチューブでございます。今回もご視聴本当にありがとうございます。さて、僕の X に寄せられましたコメントをご紹介して、参ります。ありがとうございます。気がつけばね、大前ちゃんのこの X のフォロワーの数が3万人を超えている。3万50人です今。なんかいつから始めたかも忘れましたけれども、まあ、ツイッター時代からこの X にかけてね、3万飛んで飛んで50人の方がフォローしてくださっている。本当ありがとうございます。おっさんのね、あのつぶやきをいつもチェックしてくださっている方がたくさんいらっしゃるということを本当、すいませんね。本当にまあ有益な情報が流せたらいいんだけどもね、単に新神戸ですっていう写真貼ってるだけとか本当すいません。さて、僕の X に寄せられました皆様のコメントをご紹介するバージョンでございます。クースケどんぶりさん、いつもありがとうございます。あと1本今日はいけるかと思いましたが出ませんでした。出なかったね。ペータも高騰しただけに、サインも勝たせてあげたかったですということ。明日のタージー分かってほしい、なんとか打線お願いとおっしゃる通りですね。僕もそう思います。 I think so でございます。ゴリさん、山下くんの高騰にオリックス打線が得点できずにまた紙一重の0対1でしたねということねえ。まあ、今年はとにかく得点力不足が目立ちましたね。もうこれに尽きるじゃない。チーム打率、リーグ5位、総得点リーグ5位、ホームラン数もリーグ5位。まあ、すべてそこだよね。はい。まあ、浮上するための課題は明らかなんで、わかりやすいじゃない。ね、メンツ変わってもピッチャー陣が頑張った。これはもう素晴らしいことなんでね。あとは、そこだと思います。モーリーさん、無法です。山下投手はええピッチングしてたけど1球に泣きましたね。今日も1点が遠い試合になってしまいましたねということ。来シーズンに向けて課題が浮き彫りにということ、おっしゃる通りですね。ありがとうございます。残り2試合で今年も終わると思うと寂しいですね。ね、今年の秋は早いね。それから佐賀のりさん、負けは悔しいですが新平田投手が、強力ソフトバンク打線を8回4安打にまとめたことは来年につながります。もうそれは間違いないですね。本当にね、ありがとうございます。ループガールさん、新平田のナイスピッチングでした。あと1本なんですよね。チャンスはあったんですよ。明日に期待しましょうということ。来年に向けて課題はいっぱいです。いろいろ試してもらいましょうということね。もう課題は本当はっきりしてるんだ。いつも刀、アカンコートさん。今年よく見たパターンでした。優勝チームが相手とはいえ、後半戦の対ソフトバンクはあまりにもやられすぎです。もうずっと負けてますもんね。ここ12試合、1勝11敗だよ。対戦で。ねえ。コテンパンでした。新田新太さん。俊平太投手、見事な完投でしたね。あの一発は仕方がない。ということ。モイネロ投手から点を奪えず、最終戦でエースが自力で何とかするしかない厳しい状況ですが、宮城くんがね、7回無失点でいければ抜くんだ。で、8回3分の1を1失点でもいいのかな。まあ、そんな感じになってきて、計算上はね。さあ、どうでしょうか。オリアスさん、俊平太投手はナイスピッチングでしたということ。ホームランは打たれましたが、あれは打った方を褒めるべきだなと思います。まあ、確かに栗がよく打ったね。本当に、ね、素晴らしいホームランだったと思います。さすがにホークスさんに負けすぎなんで、明日は意地を見せたい、見たいです。特に打線ということ、期待しましょう。白崎さん、実況お疲れ様でした。うん、今シーズンの打線でしたということ。確かにね。朝前田投手、今日のように抑えられて第2の天敵和田投手のようにならんことを願いますということ。左ピッチャーなんでね。ラオウさん、山下投手は来年も期待できそうな内容でよかったです。やはり打線が課題ですよねということで。ここ3年間よりも早く試合が終わる、早く終わることを無駄にしないで来シーズンに向けて準備をお願いします。本当その通りですね。おっしゃる通りです。坂井戸さん、山下投手113球の力投は素晴らしい投球だったと思いますということ。もう間違いない。お、関さん、お、水戸ペーペードームの写真を貼ってくださいました。今日も遠征ですか。
ありがとうね。ちょっと打線が良くなったかなと思ったら、今日もあと一本に泣く展開になってしまいました。俊平太投手のプロ初完投は白星で飾りたかったです。明日は今年最後の観戦なので、悔いなく声出して応援していきますということ。今日もありがとうございました。今日もね、レフトスタンドの応援は放送席にもしっかり届いてましたよ。ありがとうございます。まあでも水尾ペーペーすごいね。超過試合でも3万4000よ。すごいわね。まあでもオリックスも今年たくさんの方に入ってもらいましたね。京セラとホットモットありがとうございます。C ちゃん、今日は負け方、やはり大量得点取った後の次の試合なかなか点が取れないですね。まあ、ヒットは出たんだけどね。ただペータはナイスピッチでした。8月後半から先発で復帰して以降いい投球が続いているので、これは来年につながりそうです。そうだね、間違いないと僕も思います。もうペータ素晴らしいわ本当に。というところでもたくさんねメッセージを頂戴してるんだ。でも全部はご紹介できません、申し訳ございません、というわけで今回も最後まで、ご視聴本当にありがとうございました。明日も実況です。明日僕もレギュラーシーズンは最後の登板ということになりますね。今回も最後までありがとうございました。じゃあまた。勉強します。